ドッグトレーナーを目指す人に最短最速2年間3団体公認の訓練資格取得ができる日本で唯一の学校、それは日本訓練士養成学校。今回は訓練をしている練習風景を見せるんだワン。教えてシパード先生、どうやったらあんな素晴らしい技術が身につくんですか？何年くらいかかるんですかね？日本訓練士養成学校は実践事業がメインなので、1年もあればあのくらいのレベルにはみんななるんだわん。すごい、たった1年であんな素晴らしいレベルに達成するんですね。早く僕も日本訓練士養成学校に入学したいです。それではカリスマ訓練士藤井聡先生の登場だ。わあ！ドッグトレーナー、犬の訓練士になるにはどうしたらいいか、私がお答えいたします。動画の内容がためになったと思ったら、いいねボタンとコメントください。ワン。詳しい内容は概要欄に貼ってある。ワン。おまけにチャンネル登録してくれたら嬉しい。ワン。準備はいいかな？いいねボタンとチャンネル登録お願いワン。ワンワン。
ご清聴ありがとうございました。